広島パルコ新館広島ゼロゲートが入店する広島東方ビル広島ゼロゲートに広島パルコは広島県広島市中区本通り新天地にあるファッションビル株式会社パルコが運営するブランドパルコの店舗の一つ本館と新館の2館体制別業態のゼロゲート2館を含めれば4館体制で運営しているこの項目では広島パルコ本館の場所に かつて存在したキリンビアホールについても記述する。広島市の繁華街の中心部に位置する中四国唯一のパルコである。本館は中四国最大の商店街である本通りと並木通り、金座街の交点に、新館は中央通り沿いにあり、八丁堀交差点の南に位置している。2017年度の売上高はパルコ19店舗中上位7番目である。 ただし、2016年8月7日に建て替え休業に入った渋谷パルコの売り上げがない上での順位である。本館の場所にはかつて、キリンビアホールがあった。本館の建物名称は、広島本通り共同ビルで、広島本通り共同ビル所有者協議会が所有し、以前キリンビアホールがあったことより、協議会は、キリンビール、広島支社に置かれている。また、 新館の建物名称は、広島新天地共同ビルで、広島新天地共同ビル所有者協議会が所有している。共に再開発ビルなので、権利者の店舗も入店し、本館側は東方薬局などが、新館側には四国銀行広島支店が同じ、建物内に入っている。待ち合わせ場所としても親しまれており、広島テレビの夕方ワイド番組であるテレビ派は、この、 パルコ前で生中継する。地下2階、地上10階の建物である。大半がアパレル店で、地下1階には飲食店街と駐車場連絡口があり、地下2階には駐輪場、3階にはパルコ、セゾンカウンターがあり、10階にはライブハウスクラブクアトロがある。9階4階、地下1階に新館との連絡通路にて新館と直結している。地下2階、 地上9階の建物である。大半がアパレル店で7.8階には無印良品がある。この無印良品はもともと近隣にかつて存在した旧ウィズワンダーランドに出店していたが新館オープン時に移転してきたものである。9階にはタワーレコードがある。かつて5階に書店であるリブロが出店していた。地下1階、地上14階の建物である。 広島東方ビルの低層部分をパルコが沈着し、6店舗が営業している。なお、会社の公式サイトや組織図等によれば、同じショッピングセンター事業ではあっても、ゼロゲートはパルコとは別カテゴリーであり、正確には広島パルコの一部ではない。地上3階の建物である。前回でウィゴが営業している。被爆後の本通り周辺。写真上部の建物が、 キリンビアホール。現在広島パルコ西側外壁にモニュメントとして埋められているレンガブロックはこの建物のもの。他、ありがとうございます。